はい、じゃあもう一つ行きましょう。はい。ペンネーム、ネムリーヌさん。ノーギー。ノーギー。のどかちゃん、毎回楽しく聞いてます。ありがとう。ありがとう。聞いてみたい。アシュリンとヒメタンはいつもラブラブしてますか？はい、おぉ。おぉ。はい。ということですけど、どうでしょう。してる？仲はいいんだよね。ただね、あれなんです、私たちね。実は、ビジネスなんですよ、ね。ビジネス。イエーイ。で、いつもハイタッチするのよ。そうなの。ただ、橋本ななみちゃんが、うん、ケタケタ嬉しそうに笑ってるの。そうなの。好きだからね、ななみああいうの。ビジネス。ラブラブしてる？でもなんか、なんだかんだ、ブログとか、モバメとかの写真はよく一緒に撮って送るから、多分ラブラブしてるように見えるんだけど、実はビジネスで、まあ、会話の内容も、格差社会についてよく話してるって感じ。そんな感じです。よくあるんだよね。なんだそれは。なんかお互いのグレーゾーンには踏み入れないような感じの、そうなんですよね。というか、それ、あれなん、私実は井上さんとの方がね、ラブラブしてるんですよ。おい。そうなの？そうだぜ。ね、おい、ね、嘘。いや、違う、私は、ひめたんを、いじめるのが好きなの。いじめ違う。ひめたんが困って、問題発言。ひめたんが、こう、ふんってなってるのがすごい好きなの。ああ。だから、無茶ぶりするのがすごい好き。やめて。人に無茶ぶりするのが私すごい好きで。意外意外。いたずらするのがすごい好きなの。そうなの？そう。私よくみんなからね、なんかターゲットにされるんだよね。うん、面白いの。ああ、面白いもん、テンパってる時の姫たん。やめてよ。何それ？何その声？